アイプレイしていきたいと思います。セブンデイ t o ー a イというわけで、えー、夜なっちゃいましたね。夜どうしましょうかうーんと、一回これ取ってアイテムしまってどうしようかなうーん。気のせいだよね今なんかゾンビゾンビが流れ込んでくる気がした。そんなわけないの。 これで壊してみよっかなんだリードおおなんかスチールピッキルいいな回復は結構早い気がするスタミナのそんなことない気のせい気のせいかなスキルポイント3は持ってるバックミュールでしょゾンビいるな バックミュールでしょうストレングス4イエス投げたい投げたいけどさすがにそんなことできないうわあやっちまったやべ

なんだあれ普通のゾンビかどうしよっかな帰ろっか他にクエストなんかないなんか落ちてはいるゴミ袋か車ってなかったよねむしろ解体したよね デザインしてあるね。撤収。行け、撤収しよう。インベントリ整理して、そのあたりフェラルホール、フェラルホールじゃないです。トレーダーにクエスト報告しましょう。そろそろね、ティア2終わると思うんですよ。俺の予想によると。それを楽しみに、クエスト報告しに行こう。 うんうん、600m で焼け盛りなんだね。いや夜は嫌だね。車、車。あ、車ある車ない車ないね。ちょっと燃料補給したいんだけども。 コール、オイルシェールだよね、確か燃料作るな。オイルシェール、かすかに持ってたと思うんで。あれしましょうか。ケミカルステーションかけましょうか、今度。トレード開いた後に。さあ、帰ってきました。そろそろなんか作りたいっちゃ作りたいな。 コンクリートもそこそこ溜まってるはずなんで拠点らしきもの作り始める <laughs> 夜は拠点作りタイムにする今何時 ?23 時。まだ朝まで結構時間あるんでそれもまたよろしいこと。よいしょ。 グローイング。よし。うん、うん。そうか、キノコを大量に加工してきたんだね、今回ね。いいと思います。え、いけい。どうしよう。弾が多い方がいいかね、やっぱり。 安定性ランクより玉の数でいきましょう,うも。ロックピックどうしよっかっていう話だよな。話したら出てきちゃったからな。一本だけって正直意味ないよねっていう話だよな。いや、持ってねえし予、予び 1>, 1本だけでさ失敗したら終わりなんだよそのその金庫開かねえんだよ壊すしかなくなるからなんかもう嫌だよねあリペアキット使うか2個とりあえず リビアキット作るだけ作っといてトレーダーで報告してから使いましょうワンチャンなんか品質のいいものが更新できるかもしれないんでこれ売るコンクリートってどうやって作るあー マジですか。うーん、ミキサーなんだね。ミキサーって作る。どうせ覚えないといけないよね。まあ、材料的に余裕で手に入りそうですね。よし。うわ。 これも読んである。くるる。あれ何をしまおうと思ったそこの弓ね。品質だけかと思ったら違う弓だったっていうね。こっちで見るの弓の方が強い弓だね。よかったね。強い弓の方があれでした。うってん棒とプレミティブ棒。プレミティブ棒は最初作れるやつだよね。 原始的な意味的なの理論。なんだっけ、プレミティブってそういう、そういう感じの意味だったよね。なんかそういう海外の人いた気がする。うん、ここじゃねあ、いか、これ、こっちで。気のせいかな。この1の。 マークのままはこっちに入れとこうでこの本は売るでしょうあ待って燃料入れよっかアロエシードはこれこっちじゃないなこれ全部持てる持てないこれ持てる 持てる10燃料は入れるのでえっアルクルム入らないマジかでバンテージにしたら5個で出来上がっちゃうんだよね何が多い腐ったパン 秋目も結構増えてきてるね。なんだかんだ回復も結構充実してきてるね。うん。ビール多くね。じゃビール、売ろうも取れたね。これ飲まねえし。スタミナリゼンがプラス50%の。ブレウィングってなんだ、ブレウィング。殴りそうな感じだな。 スタンレジスト100%結構強くねビール結構強くねメリーダメージが300%スタミナゲイン50%うん。不抵抗100%強えなビール。意外とフェラルホールで使えるんじゃねって思っちゃった。でもアルチューになっちゃうからな、そんな常習犯、常習的に使ったらきっと。 嫌だなこれもう入,ら入らないなどうしよううわロケラのパーツあるじゃあ農業チェスト作ろう農業チェストでも多分の農地拡大するなあっち側に拡大するから ちょっと奥に作っちゃうかあバカそんなハイリスクなこれをインベントリから外すのはハイリスクだよ農業チェストね農業チェストあれこんだけ農業チェストなんて農業材料をこっちに チェストこれ農業これ農業じゃないこれ完成品は違うないや農業チェストに入れるだけじゃねえなもうこれどうしましょうこんなんじゃ農業チェストだけじゃ無理だ絶対イベントや開かねえこんなんじゃ 絶対買い取ってくんないなこんなにいっぱいプレミティブボーノーセールプライスだって残念これはちょっとキープでインベルト m 圧迫するからしまっちゃおうピックロックピックしたいねどっかねってリロードしたしてあるね 入れる燃料取れたまだ取れた結構開かないねあそうだ分かったこれ持ってってネイルガンネイルガンいっぱいあるよね俺ねちょっとこれでワンチャンネイルガン これからコンクリートに上げてくおっコンクリートミックスでいけるねなる,なるほどなるほどなるほどじゃあもうこれで型組み作っちゃうかうーんどういうのにしよっかな 普通に考えたら結局いつも通り縦床式縦床式っていう何,何式っていう高床式かなるんだよなぁ、どう考えても。でも今回ゾンビが落ちたら本当に足破壊しに行くから、どうするよって話だよね。 昔の作ってみるか。懐かしの拠点にするか。じゃあこっち側穴掘ってそこにゾンビぐるぐる落ちていくような仕様を作ってこっち側拠点かな。 こっちが拠点化しようか。そうだね。トレーダーとライン揃えちゃおう。これでいこう。で、一番ギリギリがこれなので。えー、これ。なんとなくこれ。高さいくつにしようかな。 俺高いとこが落ちたら死ぬっつか骨折するんだよね今ねまあないか4なあ届きそうなんでもう一個まで上げるかお <laughs> けそうな気がしたけどよフレーム 例えばさ、コメントで、あれ言ってたな。完全に検証するのを忘れてたけど、ハッチエレベーター使えなくなるっ,つって言ってたもん、使えなくなってるって言ってたね。まあ、修正されるのが妥当っちゃ妥当だけどね、あんなの。あんなのって言い方ひどいけど、頑張って見つけたのに。頑張って気づいたのにね、あれね。たくさん、これいくつになった ゾンビが来た。俺に気づくの何匹いるかな一匹もいない。こういう時だよ。こういう時弓欲しいんだよ。あ朝つか。あっちータでもつきながら朝つか。挙動がどう変わったかによって。 来ちゃったようん角度多すぎだなこうだねさてどうなったのなるほどこういう感じになった。 上がれもしないとほうなるほどねなるほどさてこれに抵抗する手段をどうする ちょっとこれ試してみようかなるほど上がれるうんだ押し出しがなくなったってことだよねハッチに対するでもさ逆に面白いことできそうじゃないこれによって。 何がでできるこれで鉢の中に入れるようになった走ってったらどうなる鉢に当たり判定は普通にある当たり判定は普通にある閉めても当たる がったあ走るなあえ、ね、マジ恐怖突然走るの恐怖だわやべえな怖いってそれうんじゃあまず1個試すなら 第一パターン試したいのがこれかなこれやったら何が起きるかだよ。うん何も起きない。 これちょっと下から試したかったなハチモッチもっと作るかえー、っと実験台をどっかこうに作ろうこんな感じでうーんとねじゃ次これかなあいたたたこめぶつけちゃったって なるほど。 いう話だよなこれじゃあめんどくさいもんねっていうことだからエレベーター普通に追加されたんじゃないのエレベーターエレクトリックプレートムービーグプレートうーん エレベーター V なんで V でアイアンとかハッチとか出てくるんのよ VA ないかまだないのか 電気関係であるかもしれないけどねえー、っとちょこれを踏まえた上でちょっと次回探索でもしながら考えましょうか、ね、20分経ってるんだねいやーちょっとハッチエレベーターの代用になるものあそうだ忘れてた。俺試したいことまだあったんだよワンチャンこれまだ残ってるんじゃないか絶対 うわドア回転しねある長押しがないわ。なるほど。まあ普通にドアが横になってるなんて考えるだけでおかしいもんな。<laughs> 置けないとね。それ妥当だと思います。それはすごく妥当だと思います。 あーはしかししか意地でも取る新しいエレベーターを作りたい今回は目標をそれにしよう新しいエレベーターを作る ブロックだなハーフブロックシェープこれぐらいでいいかアドバンスドちょっとハーフじゃダメな気がするなまあ一応これで一回いくかダメだねハーフじゃ ハーフじゃダメっすね。ハーフよりもうちょい詰めたブロックだな。ハーフよりもうちょい詰めたブロック。何がある一回壊すか。よいしょ。オンフェイス。オンフェイスの。 アドバンスあっそういう感じとこのハーフより詰めたブロックを探さないといけないとうーん詰めてるっちゃ詰めてるけどなおっこれワンチャンいけんじゃねえか アドバンストローしたああ、だめかもな。違うな。おっ、これいけるでしょう。これでいきましょう。 コピーローテーションコピーローテーロテションイエスはあ、コピーローテーションダメかどれだこれが成功した暁には静止下の名前をまた付けてやるものに静止下エレベーターと名付けてやる あうんテシエレベーターって名付けてやりたいのに右からのホールドが必要だななんか飛び出るものねえかこっちのブロックに飛び出るものそれが昔だったドアだったんだよな 横のブロックに邪魔しに入ってくるやつ何かうーんブロックの範囲を超えるブロックで今回で完成させて27分だから本当は切りたいんだけど完成させて簡単にできないかそう簡単にできないか取れた開いちゃったよなしかも 右に出ちゃってるんで。これはまあボツだよね。一回これ置いといて、コピーローテーションして、これこっち置いといて、どっか、こう置いといて、 絶妙な意地で止まれればいいはずなんだよ。下手したら今までのエレベーターより高速で上がれる可能性がある。 横には飛ばされる。とりあえずトレーダー報告して今回は終わりにしましょう。ちょっとね。これは練らないでダメだ。そう簡単に一発で完成できなさそうです。だからちょっと練りましょう。クエストでも行いながら。いじで。誰よりも早く完成させれば。 俺の名前を付けてやる <laughs>、うん、知名度をこれで維持するから俺頑張ってよしトレーダーにほぼく打ってこよう,ここうーんまあ一個だけね多分まだできるだろうエレベーターあるんで俺はうわいらねえなあんまり これいいか。一個だけできるのはあるんだけど、超高コストっていう。多分できるんだよ。多分できるんだけど。あ、セミオートいいな。できるんだけど、コストがやべえ。コストがやべえっていう。それだけだな。トラック買いたいな。金貯めてトラック買うか。 お、モーターサイクルは変える。まだ変えない。品揃え変わってないよね。では、like、ベンジョブ。穴掘りジョブ。よし。うわ、外れだ。山の中に落ちゃった。 とわけじゃあ今回ここで終わりたいと思いますご視聴ありがとうございましたよろしかったらチャンネル登録お願いいたします近い将来エレベーターに変わる何かを発明しましょうとわけで正式家でした